ってらっしゃい、行ってきます。長官太郎です。11月16日水曜日です。米国株のニュースチャンネルです。世界経済から個別株まで分かりやすく取りまとめてお伝えしています。当落もお伝えするので相場感が身につきます。今朝も自分のシナリオとズレが生じていないかチェックにご利用ください。ではよろしくお願いします。はい、昨晩はね、送別会でまたベロベロになってしまいました。そして、ウコンかヘパリーゼか永遠の戦いにですね、自分なりに決着をつけました。ヘパリーゼが40円ぐらい高いんですけれども、私にはね、ウコンの方が合ってました。今日はヘパリーゼでいつも通り起きれたんですけれども、前回ウコンの時はね、いつもよりも爽快にですね、起きれたという奇跡でした。サラリーマン YouTuber にはウコンをおすすめしておきます。まあ、あくまでも個人差はあると思いますけどね、結構どうでもいい話題で、すみません。はい、それじゃですね、次のニュースなんですけれども、今日はまずちょっと世界がヒヤッとした、ニュースからですね。ロシア・ウクライナ戦争が終われば株価爆上げなんでしょうと思うんですけれども、撤退が続くロシア軍は夕方までにウクライナに約100発のミサイルを発射と、9ヶ月で最も激しい攻撃を行いました。これろうそくの最後のってやつでしょうかね。そんな中ですね、NATO 加盟国のポーランドにロシアのミサイルが誤って着弾してしまって、少なくとも2人死亡とね、ちょっとギクッとする報道です。国境から約6キロメートルの地点のようです。3月13日にはポーランド国境約20キロのリビウ演習場にロシアがミサイルを発射してね、35人もね、死亡してしまったということがありました。近いゆえでしょうかね、ウクライナを攻撃するつもりの、攻撃は明らかなんですけれども、 G20 開催中にね、ロシアが重大な失策です。これで世界中から非難の嵐が来るのはね、もう間違いありません。はい、そして NATO 加盟国がやられたので、アメリカがですね、攻撃できるようにこれなっちゃうんですよね。がごめんなさい、もう戦争やめますとプーチンさんが言うのか、それとも強硬な態度に出るのか。ポーランドの ETF のね、 EPOL をはじめ、株価指数全般が急落しました。ノースロップグラマンなどは約 5% ぐらいまで上がってね、原油も 2% 以上上昇しました。そして今日のヒートマップは緑から一旦赤になったんですね。プーチンさんが謝罪に近い発言をすれば終戦期待から株価上昇ですと、いろいろね、大騒ぎしてたら、ポーランドに落ちたロシアのミサイルはウクライナ軍が撃ち落とした破片みたいですとね、ツイッターが流れてました。ちゃんちゃんですね。人騒げさなと思うんですけど、こういう時ね、ツイッターは情報めちゃくちゃ早いんですけど、正しいかどうかはね、心配ですね。ヒートマップはね、また、緑に、なりました。はい、そして世界のニュースサイトはね、まだこの撃ち落としたやつが落ちたってね、報じてないんでね、ちょっとね、数時間ぐらい遅れてるっていう状況です。はい、どこに真実があるのかね、またこの後分かってくると思います。はい、じゃあ次、ジャッカジャーンなんですけども、10月の生産者物価指数 PPI の発表がありました。ここにあるようにですね、すべて予想を下回り、すべて横ばいか前月の伸びを、下回ったということですね。インフレの伸びが鈍化がね、だんだん確信になってきました。先週発表された10月の消費者物価指数 CPI に続き、完全にインフレ圧力低下がですね、トレンドとして出てきています。はい。このようにですね、チャートの方もね、ぐわーっとね、下がってきてるんですよね。3月に前年比プラス 11.7% で、ピークをつけた後ですね、伸びが鈍化です。完全にトレンド。サービス価格は2020年以来初のマイナスということで、ガソリンはですね、5.7% 上昇して、物の価格はですね、の上昇のですね、6割を、ガソリンが占めるみたいですけども、コア材価格は 0.1% 下落ということで、ガソリンが上昇してもトータルはね、もうマイナスなんですよね。これでですね、ドル円がいつの間にかね、137円台にね、なっていました。USDJPY。はい、今いくらぐらいですかね。今 39.29 ということで、また上がってきてはいますね。元に戻ってます。137.6 ぐらいまでね、
今日下がったんですけども、また 1.5 円ぐらい上がっちゃいました。で、次回 FOMC までに、10月の PCE、11月雇用統計、11月のですね、CPI があります。全部ね、鈍化しそうだし、まさかボーナスステージかよってね、思っちゃいますけども、次回はですね、予想、ほぼほぼ、50ベーシスポイント利上げにですね、なっています。もうすぐ25ベーシスポイント利上げ予想もね、出たりしたで、出たりしてというとこです。いや、しかしですね、こちらのアトランタ連銀の、ボスティック総裁はですね、金融引き締めがインフレを鈍化させている証拠はほとんどなく、借り入れコストの一段の上昇が必要になるとの見解ですとね、ちょっとなんか無理があるんじゃないかなって思うんですけど、強引なですね、高発言をしているので、まあ次のですね、まあ、FOMC25 ベーシスポイントはまだないかもしれないですね。はい、じゃあですね、ここまで、まあ良かったと思う方いらっしゃいましたら、ぜひ、チャンネル登録とかね、いいねしていただけると励みになります。このいいねボタンを押すとね、火花がバーッと散ってね、一日いいことがきっとあると思いますんでね、やってみてください。あとですね、まあ小さい太郎をね、押すと、チャンネル登録ができるようになります。はい、それじゃあですね、今日の、指数とかの動きね、ざっと、見ていきますね。今日は結構個別株ニュースとかもね、多いですね。昨日とね、逆の展開。金利はね、もうだいぶ、今日低下したんですよね。やっぱり PPI の鈍化で、まあこれは債券を買ってもいいんじゃないかということでしょうね。10年債利回りはもう 3.766 とね、だいぶ下がってきました。恐怖指数はね、ちょっと上がってますね。24.53 と。そしてドル指数もね、順調と言いますか、まあ少し下がってね、106.5 という水準になっています。そして指数はね、金利が低下したので今日はね、全部上昇。一番上がったのは中小型株の、ラッセル2000が 1.5% プラス、ナスダック総合が 1.45、 そして SP500 が 0.87、 ダウがプラスの 0.17 と微妙にね、プラスで引けることができました。はい、じゃかじゃん。じゃあですね、今日は決算絶好調でしたから見ていきますね。まず、ウォルマートなんですけれども、今日 6.57% もね、上がりました。昨日は 3% 近く下げてましたけどね、決算で上昇ですよ。みんなの心配は、取り越し苦労だったのかもしれないですね。こちらね、年初来のチャートですけどね、5月ぐらいから4月ですかね、ガーッと下がった後は、だんだんね、回復してきていますよ。まあ、ちょっとね、リセッションの懸念とかは、あるんですけれどね、やっぱり、まあ、業績いいんでしょうね。ちょっと見ていきますと、通期のね、売上高見通しを 5.5% 増として、従来の 4.5% からね、引き上げということです。そして通期の EPS もマイナス6から 7% の予想が、従来の、マイナス9からね、11からね、引き上げられているということですね。そしてインフレでも食料品への需要は引き続き堅調。200億ドルの自社株買い計画も発表ということで、まあこれはね、なかなかですね。はい、そしてですね、株価上昇して半年ぶりの高値更新ということですね。しかしですね、年末商戦を含む11から1月の、既存店売上高見通しは約 3% 増で、まあ、こちらはね、市場予想の 3.4% 増を下回ったみたいですね。年末商戦はちょっと心配なところです。そして決算自体はね、 EPS 売上クリアです。売上はプラスの 8.7% となっていて、広告事業がね、意外とプラス 30% 伸びてるんですね。そして既存店の売上高ね、アメリカが 8.2% で、e コマースね、16%。まあ、e コマースね、まだ伸びてますね。まあ、一時期はね、ものすごい伸びてましたけど、まあ、ちょっと鈍化はしてますね。で、サムズクラブも、10% は、伸びているというとこですね。そしてガイダンスはね、一応 Q4 の EPS、23年度の EPS。まあ、こちらもね、クリアということですね。はい。ウォルマート、なかなか、好調な決算で、今日はね、窓を開けて上昇。出来高もね、高いですね。はい。じゃっかじゃん。じゃあ次はですね、ですね、HD ホームデポ、はい、に行きます。はい。ホームデポ、今日は 1.63% 上昇ですね。商品在庫は7月末の261億ドルから257億ドルに一応ね、減少したんですよね。ただ予想は229億ドルだったんで、予想よりはね、まだ
かなり多い在庫なんですね。住宅市場が、まあ、弱くなってるので、まあ、決算クリアでもねちょっと懸念かなっていうところですね。はい、そして決算自体はですね、EPS、売上ともに、クリアと、22年度のガイダンス、これは既存店売上予想と一致といってところですね。まあ、チャートは年初来で見るとね、ウォルマートよりかは、元気がないように、見えますね。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次はですね、もっとなんか今日めちゃめちゃ上昇したね、この C、 なんとプラスの 36% ですよ。こちらはね、シンガポール拠点のテクノロジー企業で、まあ、ゲームとね、あとフィンテック、e コマースの3本柱の企業ですね。で、あの、テンセントとかね、あの、結構馴染みが深いので、中国株が上がると一緒に上がることが多いですね。6ヶ月で7000人以上今リストラしていて大変な時期です。通年売上ガイダンスは下方修正だったみたいですけども、予想を上回る決算でね、株価爆騰。まあ、ちょっとね、年初来のチャートがやられすぎなんでね、36% 上がったといってもピコーンってぐらいですね。はい。これで、JP モルガンは中立から買いへ上げています。あの、米中会談後というのもね、タイミングが良かったですね。はい。そして、EPS 売上クリアですね。e コマースは売上が、32% 成長となってます。まあ、一時期は170%とか出てたんでね、だいぶ鈍化はしてますね。そしてゲームはですね、クォーターオンクォーターで、まあ、ちょっと鈍化ということで、やっぱりゲーム半導体心配されますね。フィンテックの方は、なんかすごいな、これ147%成長と、なっていますね。はい。そしてガイダンスは22年は引き下げという受注見通しですね。引き下げと、なってしまいました。はい。経済ニュースなどに行く前にちょっとね、個別株ニュース引き続きいきます。まず Google ですけども、今日 2.8% プラス、物言う株主として知られるイギリスヘッジファンドの TCI はアルファベットに人員削減や自社株買いの拡大を求めました。従業員多すぎ、従業員一人当たりのコスト高すぎとね、指摘ということです。従業員数は2017年からね、もう今倍以上になっているということなんですね。TCI は60億ドル相当の株式を保有しているということです。Google も大量リストラ開始ならね、これは社会的インパクト非常に大きいんじゃないでしょうか。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次はね、FDX ですね、輸送など、ですけども、今日プラスの 0.86% と、なりました。はい、ですね、これ FedEx は、取扱い貨物量の減少を理由に、米国の一部貨物部門の従業員を一時、帰休っていうんですかね、ちょっと休ませるみたいですね。これ12月1日から始まるという予想で、90日間は一時帰休。一定のインセンティブと転勤機会が与えられて、失業給付申請もね、これ受けられるみたいですね。年末のね、経済ちょっとね、冷え込んでますよね。年末ってこう、輸送とか忙しくなりそうですけどね、休ませちゃうということは、なんか、ちょっと心配な気はしますけどね。はい。そして、あと TSMC ですね。株価すごいな、これバーンと跳ねてね、あんまり大きく動かないんですが、今日半導体株は、なんか、大体上がってますね。そして一番上がったのが TSMC。出来高もね、すごい高い。10.5% プラスです。これは、ウォーレン・バフェットさんの投資会社、バークシャ・ハサウェイが、半導体、これね、まあ、世界最大手、受託生産世界最大手、TSMC の株を、41億ドル余り購入ということで、株価上昇ですね。そんなに巨額ではありませんけども、まあ、バフェットさんが買うとなるとね、やっぱ株価上がるしね、売ると下がっちゃうんですよね。92歳でステージ1の前立腺がんとね、なんか言われてたと思うんですけどね、相変わらずバフェットさん影響力がね、はい、すごいです。そしてね、じゃあ次のニュースです。ジャッカジャーンなんですけども、ちょっとね、今日トヨタとかどうなったのかな？トヨタ自動車。はい。プラスの 1.15%。あと、テスラがプラスの 1.8% ぐらいになってましたけども、権威あるアメリカの消費者団体専門誌、コンシューマーリポートのね、最新信頼性調査で、ハイブリッド車が自動車部門で今最高ランク、トヨタなどハイブリッド車メーカーのね、評価が高まりましたということで、こちらトヨタ、レクサス、あと、マツダとかね、ホンダなど日本メーカーがね、上位を占めてますね。BMW が、
この3位に入ってますね。テスラは24ブランド中19位でした。EV の信頼性はそれほどではないという、評価みたいですね。はい。そして最下位はね、メルセデス。最新テクノロジーモデルの故障がね、なんかね、多すぎっていうことです。フォードは18位。しばらくはね、ハイブリッドが強いかもしれないんですけども、まあ時代はね、今電気自動車に向かっています。ただまあ、ハイブリッドへの見直しとかね、あったりするんでしょうか。はい。自家用車でハイブリッド車を検討すると回答した、購入予定者の比率は、2019年の 29% からね、36% へと、上昇しています。はい。じゃっかじゃん、じゃあ次なんですけども、次はね、米中、首脳会談のですね、ニュースですね。これ昨日の、まあ、画像なんですけども、今日ね、すごいんですよね。なんか中国株がね、ちょっとね、Cウェーブなんて見ると、プラスのね、19.1%、引けでまた上がりましたね。これ 19.1%。そしてアリババもね、10% 以上上がって 11% でしたし、あとビリビリとかね、このあたりもね、27% 上がってたんですけども、まあ、26.4 ですね。あと GOTU とかね、26%。あと EHAN もね、意外とこれ、23.8% 上がって、この辺の、まあ、アルケゴスで暴落した中国銘柄関係とかね、爆上げですね。テンセントミュージック 30.5%。これなんじゃこりゃですね。たまにある、中国株の、爆上げなんですけども、今日はね、いつもに増して、すごいですね。昨日お伝えした米中の、首脳会談はね、和やかでした。バイデン大統領は率直かつ深く踏み込んだもので、まあ建設的でしたと。あと、まあ、シーチンピンさんは、世界は両国が自ら発展し、共に繁栄するのに十分な大きさがあると、発言です。米中摩擦が沈静化すれば、世界は今よりも滑らかになります。今日はね、中国株爆上げ。ただ、シーチンピンさんのね、独裁が変わらない限りはね、デッドキャットバウンス的なものかもしれませんけどね。まあ、心入れ替えないですよね。今日はですね、まあ、スーパーキャットですね。もう生きてました。はい。そして、こちらにあるね、ツイッターのようにね、結構ね、コロナ規制も緩和されてるみたいですね。北京に近いところでコロナ規制全廃と、SNS 上で本当かっていう声が出て、本当だよってね、なんか答えたみたいですね。はい。ということもあって、まあ、中国株、爆上げでしょうか。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次はですね、FM、いきますね。FM、はい、フロンティア&セレクト EM ETF ということで、フロンティアマーケットですね。こちら、今日はね、マイナス 1.44% と、なって、てしまいましたね。はい、これですね、まあ、次の資金どこに行くのかという時に結構ここ熱いみたいなんですよね。ベトナムがですね、この ETF 30% と一番多いですね。で、モロッコ 10%、バーレーン 9%、アイスランド 8%、ルーマニア 6%、他が 37% です。業種別ではね、金融比率が 37% ぐらいと高くて、次に不動産比率が 12.45% となっています。経費率は 0.79、配当は 3.43% と、なっています。まあ、今後ですね、こちらの ETF もね、注目していこうかと思います。はい、じゃあですね、スプレッドシートでマーケットをさーっと見ていきますね。はい、10年金利はね、だいぶ下がってきましたね。3.7 台です。そして、恐怖指数は 24.25 ということで、まぁ、ちょっとだけなんか上がっちゃいましたけども、1週間で見ると、金利もね、ビックス指数もやっぱりインフレの低下とともにね、下がってきていますっていうとこですね。ドルはね、今日はドル指数少しだけ弱かったんですけども、まあそんなに動きはないかなというとこですね。ビットコインとイーサリアムですね、今日はちょっと上昇ですね。やっぱ仮想通貨ね、CG さんが作った新しいなんか助けるファンドですね、あれで少しね持ち直したんでしょうかね。今横ってしてる感じですね。1週間ではね、ビットコインマイナス 9%、イーサリアムマイナス 5.9% となっています。1年間ではビットコインマイナス 72%、イーサリアムマイナス 70%。はい、指数はね、今日はプラス、すべてプラスです。
はい、好調ですね。特に1ヶ月でダウジョーンズが 11% と、まあ、新しいブーム来てるんじゃないでしょうか。そして、ヨーロッパ株がね、それ以上に1ヶ月で 15% 上がってるのが意外ですね。あんだけ経済が弱いんですけどね。そしてヨーロッパ、今日はプラスの 0.4% VGK ですね。で、全世界 VT プラス 1%、 全米株式 VTI プラスの 1% です。はい、1ヶ月に見るとね、全世界株もねプラス 10% とね、なんかちょっと渋いところが上がってきてるんですよね。はい、そしてですね、今日は中国深センプラス 2.2、 新興国 VW プラス 2.2 とこのあたり強いですね。コモディティも 1% 上昇ですね。そして、CWEB、 なんといってもこれ中国関係今日爆上げ、19% ぐらい上がって1週間でね 40% 近くも上がってます。はい、ただ1年で見るとね 82% 下がってることは忘れちゃいけないですね。デッドキャットバウンスの可能性は高いですね。はい、そして、今日軍事株一時ロシアがポーランドにミサイル撃ち込んじゃってね上がったりしてましたけど、 ITA 軍事の ETF はプラス 1.7% ですね。そして今日は半導体、めちゃめちゃ上がりました。プラス 2.9%、 1ヶ月で 26% も上昇。そして1年で見るとねマイナス 28% とね、結構やっぱりやられてるんですね。けどだいぶ取り戻してきたんじゃないかなと思いますね。コロナ前からするとね 43% とね成長してますね。はい、そして、ですね、公益プラス 1.1% とか、まあ、1% が以上上がったところ多いですね。情報技術とか不動産、一般消費財、公益、この辺も良くて、生活必需品とエネルギーも 1% 超えですね。はい、素材がプラマイゼロぐらいです。で、ガファムティも、今日は全勝ということですね。はい、コロナ前から下がってるのはこのアマゾンの一人負けですね。マイナス 9%、 テスラなんかは 218% も成長してますと。はい、そして大型株の情報技術、今日はコインベースとショッピファイが 4% のプラス。そして、小型中型グロース株は、ユニティ最近好調。わあすごい、1週間で見るとねデジタルタービン 70%、ユニティ 51%、 トレードディスク 23% とかね、なんかお祭りになってますね。はい、ただまあこうしてチャートを見るとね、もう一様にみんな右肩下がり。あ、ちょっとパランティアだけがなんかググッと来てるように見えますけどね。はい、そしてですね、サイバーセキュリティ、今日は全上げ、もうどこも上がってますね。クラウドフレア1週間で 40% ぐらい上昇です。まあこうして見るとやっぱパロアルトとかね、渋いところはまあギザギザして、粘ってるかなというところです。あと半導体、今日 TSM 10.5% 上昇、右肩下がりのチャートがちょっとだけ最近半導体跳ねてきてますね。特に半導体製造装置のね跳ねがね激しいんですよね。中国への、規制は大きいんですけれども、もうずっとね反発してきてますね。1ヶ月で 50% ぐらい、3社とも上がっています。はい、ライドシェアも、今日は、好調ですね。ストリーミングもプラス、C が 36%、かなりめちゃめちゃ上がりましたね。はい、そして、まあ、どこも上がってますね今日は。そして、ドクシミティも 6% 上がって1週間で 32% 上昇です。この辺は激しいね。1年では 50% のマイナスです。そしてバイオテクノロジーは今日は元気ありませんでしたね。輸送置いといて、ま、資本材とかそんな航空も動きなし。クルーズはね、1ヶ月ではなかなか好調ですね。50% から 35% とかね、結構上がってます。はい、ホテル、レストラン、旅行、今日は上昇。店舗系も上昇。EV も、ま、上昇ですけど、そんなに上がんなかったですね。自動車も微増。アリババ、中国 11.2% です。そして、銀行とかは、ま、微増ですね。アファーム 6.6% 反発。今1年で 90% ぐらいやられてますが、1週間ではプラス11です。D ローカルね、決算とかもあったんですけど、マイナス 5.9% と結構下がっちゃいましたね。1年間ではそんなにやられてないのか、マイナス 55%。はい、アップスタートは1年で 91% やられてます。はい、今日は 5% 上がりましたね。はい、ウォルマートプラス 6.5%。はい、決算ね、はい、おめでとうございます。というところです。はい、そしてね、素材も、ETF はプラマイゼロぐらいでしたけど、ここにある企業はね、大体プラスですね。そしてエネルギーはまあまあ堅調な上昇となっています。1週間ではね、ちょっと赤が見えるんですけど、まあまあではないでしょうか。はい。じゃあですね、今日は以上になります。どうもありがとうございました。
明日もですね、頑張りますんで、皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録、いいね、スーパーサンクスなどいただけるとね、長官太郎の滑舌が良くなりますんでね、よろしくお願いします。はい、じゃあどうもありがとうございました。